すごい上からだね。あ、これインカメってアップできないの？じゃあ編集でアップにしてもらおう。変顔大事、変顔大事。こんにちは。こんにちは。今日はママとお出かけに来ました。イエイ。でも時間がないので少しだけなんですけど楽しもうと思います。何を買うんでしょうか？ホワイトデーのもの。ホワイトデー、うん、バレンタインの時は、バレンタインは2月14日ですね、うん、ちょうどあの県立受験に追われていた時なんですね。はい。なのであのバレンタイン渡せてないのでホワイトデーに交換をするっていう感じになってます。約束してたんでしょ？そういうことです。まああなたも受験勉強大変だからね。そうそういうことで行きます。買いに行きます。私の買いに行くんですね。はい、買いました。それで今ママは借り出されてるわけですね。そういうこと。それじゃあ行きましょう。違うじゃん。だってこれあれだもんな、私立の日に買ってもらってやったやつ。恥ずかしい。これだけ買っていい？いいよ。やった。だってママ見つけたら買ってきてって言っても買ってきてくれないの。覚えてない。覚えてないだと。うわこれ超好きだった、この白、うん、これだ。あったこれ、これすごい良かったよね。これあーね、懐かしいわ、うん、これも持ってた。これ超好きだった、うん、これも初期で買った。スクイーズ流行り始めの時に YouTube 関係なしに買った。まあそうだったんだったんで、うん、メインを見てくださいちゃんと。メインマジ懐かしいね。懐かしい。でマイボトルだって、うん、テイクアウト可愛いんだけど。ねこれだ。うん、でほらクッキーミックス粉とかあるよ。しっとり柔らかクッキーって書いてあるよ。しっとりって待って全部わかんない。めっちゃ目の前にあった。10枚分でしょ、うん、でもそれ何個あるの？1個だけ。1個しかないんだ、うん、でもそれ普通のクッキーだよ。なんかいっぱいあるんだけどね。もし入れられるんだって。へえ、ね、すごい。あ、お顔にできるってこと？お顔これじゃない？え、かわいいね。これかわいいね。買っとく？いいの？うん、うん、うん、あと袋だね。うん、食品も入れられましたやつね。はいよ。かわいい。これだけでいいかな。うん。これ何？かわいいじゃん。買いましたよ。よかったですね。うん、どうする？無印。無印みたい？はい。はい、1回は使ってみたいよね、無印の化粧水。あ、ね、いいって言ってたよ、だってすごい、うん、ね、そんな高くないしね。これしっとりタイプと導入化粧水、なんか敏感肌用とかもあるよね、うん、ママ眉毛使ってる。マジで、うん、使ったことないんだけど。一回も使ったことない。眉毛だってあるじゃ描かないでしょ。描かない。いや、違う。あ、ここの、うん、ここも買ったことない、うん、ガチか。マネース気になるのね。うん、私が気になる。私が、そうか。喉乾いちゃったんで落とします。じゃん。あ、じゃあなんで ロッテリア。ロッテリア。じゃん。なんで？ママと、ママは言った。なんで？あおちゃん。C ね、C ね。いいの、別にね、うん。いただきましょう。どうぞ。KP しよう。いいしようしよう。暑いな。暑いね。うん、はい、KP。KP。うま。うん。美味しいね。いただきます。はい、どうぞ。あ、出来たてだ。よかった。うま。うん、で、なんだっけ、作るやつはもう買ったんだよね。うん、あとはどうする？洋服見に行こう。え、何？何？何？洋服見に行こう。本当ですか？なんでですか？なんで？暑いね。
なんでも。なんでも。あとママさんの M ちゃんがさ、ママとパパにチョコレートくれたじゃん。そのお返し買いないんだよね。それをちょっと見て。美味しい。うん。よかったね。あっち。長いの気をつけた方がいいの。とりあえず食べ終わったら、M ちゃんのお返しと洋服を見に行きます。はい。来たよ。来ましたよ。これ、もう絶対これ、もう高校で絶対これ使う。これ欲しいんだ。これが欲しい。じゃあ今度まとめてさ、買いに来ようよ。はい、買おうね。うん。高校のバッグとさ。ここに。うん、見て見て。あ、これで制服着んのか。やべえ。高校制服かわいいもん。やったのよ。すげえ、セーラー服だ。セーラー服だ。え、ちょっと着てみたい。もう着てみた方が人生に一回よね。かわいいね。グレーもあるよ。え、ちょっと待って、かわいいんだけど。こういう感じなんだ。めっちゃかわいいやん。え、着たい。セーラー服。レボンは自分で買うんでしょ。あ、そうなんだ。あるんじゃない。あった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 。あ、本当だ。こうなってるな。長くないといけないなと思ってたから。へえ。あ、そうそうそう、こういう感じね。こういう感じで。うわ、いいな、いいな、いいな。うらやましい。セーラー服かわいいよね。うらやましいセーラー服。本当だ。一回は着てみたかったな。そうだね、確かに、ね、夢だったよ。しょうがないよね。うん、無理。え、なんで売ってるんだね。ブレザー売ってるんだ。7000円する。しますよね。ネイル可愛いよね。確かにね。すごい、ブレザー売ってんだ。中学の使えばいいね。そうだよ、中学の。どうせ交渉取れば別にって感じ。あれは別にダサくないじゃん。ダサくない。普通だからね。そう、普通だから、あの交渉だけ、交渉だとこう爆発もあるじゃん。別にあれ嫌いに、あれはグレーもいいよね。制服に合わせて買えばいいんだよ。うん、早く落とせるのか。もうすぐじゃん。だから1ヶ月だから早くなりたいって言ってんの。楽しみだね。うん。どこに卵ごっちゃんあるっけ。まだ遊べるはずなんだよ、私まだ。そうか、電池変えればね。うん、どこに置いてるか思い出しそう。分からない。いや、でもね、うん、遊べるっちゃ遊べるの。そうか、ピンクの卵。うん、スーパーでもう買い物は持ったんですけど。おう、きなこえでピリカピリララ、はしゃいでさまいで歌っちゃえ。何ですかそれ。お邪魔じゃドレミの曲。お邪魔じゃドレミの曲。早くお菓子を選んでください。4本はい。それ、これチョコ買いすぎじゃない。ずるいよ、それがずるいよ。今日食べちゃダメだよ。何日かに分けてダメだよ。ずる。はい、終わりました。で、ちなみに1本だけ食べてます。1本だけカルパス、今の一口だけ食べました。ね、クッキー作るの明日から。明日の方がいいかな。うん、方がいいと思うよ。まあとりあえず帰ったら片付けしなきゃいけないので。そうなんですよ、片付け終わって、うん、夜ご飯前に片付け終わってたら作るクッキー。うん、で、終わっなかったら、うん、明日にする、うん、そうそう。あの後さ、ほら M ちゃんにさ、うん、あのお返しのやつをさ、うん、買おうと思ってさ、うん、すごい探しに行ったじゃん、いろんなところ、うん、全然売ってなかったもんね。いいのなかったね。そうそうそう、だからまた違うところで探そうね、うん、そうだね。これはね、はい、今日の夜ご飯は餃子。そうです、今から作るんですよ。はい、ちょっと待ってね。片付けは。そうだ、片付けがあったんだった。はい、じゃあ帰りますか。そうですね、楽しかったです。うん、楽しかったですね。また行こうね。はい、バイバイ。バイバイ。バイバイ。ママもバイバイって。バイバイ。
チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。